炭人大鳥は、新末民発の革命家。号は石兵。中国同盟会以来の革命派人士で、侵害革命、第二革命、五国戦争、五方運動に参加した。13歳で秀才となり、16歳で、拷門の組織に加わる。日清戦争後、進学に接し、半身、革命の思想へと進むことになった。 1903年頃から地元で小学の校長を務める傍ら革命のための秘密組織を結成している。しかしことが漏れたため1906年冬に日本へ亡命した。日本では高校の紹介により中国同盟会に加入した。間もなくコナンに戻って放棄を企むが失敗し、再び日本に戻り法制学校で学んだ。 1908年1月、アンナにへ向かい、孫文の奉義を支援したが、失敗に終わり、日本に戻っている。その後も、中国に戻って、革命派組織の結集、連絡に従事し、公衆での奉義にも参画した。1911年6月より、湖北省で、孫文巨星らの奉棄計画に参与した。また、上海にも赴いて、 7月31日には、総教人、陳そのチュラと同盟会中部総会を設立している。8月2日、炭人大鳥は、中部総会の総務会議議長に選出された。また、香港の高校との連携も確立している。同年10月10日、武将危機義が勃発すると、炭人大鳥は直ちに観光へ急行し、湖北軍政府の樹立に協力した。 同月26日、タンはさらに、湖南省に向かい、湖南軍政府に協力しようとする。ところが、湖南軍政府では、革命派と立憲派の対立が激化し、立憲派の策動により、都督ショートトク、小東レ法と副トトク鎮作新が殺害され、立憲派のタンのベが、新たにトトクとされた。丹人大鳥は、やむを得ず、湖北に戻るが、湖北軍政府は、 関与を失うなど苦戦の最中であった。丹神大鳥は武将防御士県北面商等士として革命派の軍を統率している。11月30日、観光で革命派の各省代表会議の第1回会議が開催された。丹神大鳥は湖南省代表として出席し、合わせて議長に選出されている。12月3日、各省代表会議は、 臨時政府組織大綱を議決し、即日交付した。中華民国成立後、丹人大鳥は、総教人から国民党参加を呼びかけられたが、政党を組織しての範囲に政外闘争に疑問を抱き、これには参加しなかった。1913年3月、総が円の資格に殺害されると、丹は第二革命に参加したが、敗北して日本に亡命した。 日本では、孫文の中華革命党と高校の王子研究会が、組織され、双方が対立する事態となる。丹はいずれにも参加せず、両派の圧戦に心を砕いた。1916年春、丹人大鳥は帰国して、五国戦争に参与し、観光や山東省で活動した。1917年からの五法運動でも、孫文を補佐して、主に、関東省。 福建省で厚生委員官の連絡に従事している。後に、病気のため上海で静養することになった。1920年4月24日、上海で病没。去年61。1935年7月、国民政府から陸軍上昇意を追贈された。ありがとうございます。